アーバノートの模式図ガイドタイヤは傾けられている。アーバノートは小座式モノレールの一種。逆 T 字方式に分類される。アメリカ合衆国のアーバノートモノレールテクノロジー社が開発した。アーバノートは小座式モノレールとしてほぼ派遣を握ったアルベーグ式の開発にも携わった技術者。 エーナース・ベンソンがアルベーグ式の後継となるものとして開発した次世代モノレールである。シーメンスのシップムと同様、走路、車両だけではなく、運転制御機能や駅設備などを含むシステムとして開発された。原則として運転手は登場せず自動運転が行われる。アーバノートでは幅1.1メートルの走路上に、 Y 字型断面のガイドレールを設置し、そのガイドレールに従って車両が走行する。構造は、モノレールというよりは、中央機上式の案内機上式鉄道に近いが、アーバノートモノレールテクノロジー社は、モノレールであると主張している。アーバノートモノレールテクノロジー社は、アーバノートは、アルベーグ式と比べて、以下の利点があると説明している。 地表設置、トンネル構造の場合、走路幅だけコンクリートで舗装しその上にガイドレールを設置するだけで済み、レールとなる大規模なビームを設置する必要がない。分岐は、走路はそのままにガイドレールだけを切り替えることで実現できる。そのため、走路丸ごと切り替える必要がある、アルベーグ式と比べて非常に小規模で安価なものとなる。また、 同一平面の交差を作ることも可能。車高はアルベーグ式と比べ40から60%程度に抑えられる。高さが大きく減ることからトンネル構造にした場合トンネル断面積を半分程度にまで縮小することができ、建設費を大幅に削減できる。車両重量は標準的な車体で1両あたり3から4トン程度に抑えられている。 軽量な車両としたことなどの結果、アルベーグ式と比べて全体のコストは半分程度に減らすことが可能である。他の交通システムと比べてもコスト的優位性がある。車両は複数のタイプが提案されている。最も小型の PRT 用のものは全長3メートル、定員6名である。通常交通機関型の車両は 単行用で全長9.5メートル、定員70名程度。編成とした場合には、例えば7両編成では全長50メートル、定員400名程度になる。制御システムが許容する最短運転間隔は90秒。1時間あたりの輸送力は設備規模によって2000から4万人程度の範囲で調整が可能。標準的な車両のサイズは、 全高約3メートル、幅は2.35メートル。アーバノートモノレールテクノロジー社は、大別して2種類のアーバノートを提案している。一つは、ゴムタイヤを使った、堅実なシステムであり、もう一つは、セミマグレーブと名付けられた、磁気浮上を採用した冒険的なシステムである。アーバノートモノレールテクノロジー社は、ザラバータイヤホイールアーバノートモノレールと呼んでいる。 ゴムタイヤ式の最小半径は38メートル、最大勾配は120パーミルである。車両は1体の重量負担用タイヤと2体のガイドタイヤを持つボギー台車を1両あたり2台備えている。駆動方法はカルダンドライブによるもの、ダイレクトドライブによるもの、リニュアモーターによるものが用意されている。カルダンドライブの場合の到達速度は 発射から1.6キロ地点で100キロ、毎時。ダイレクトドライブでは最高速度を160キロ、毎時まで向上させることができるとしている。アーバノートモノレールテクノロジー車は、ザ・セミマグレブアーバノートモノレールと呼んでいる。ゴムタイヤ式と同様に車両は1両あたり2台の台車によって支えられる。ガイドウェイあるいはロバン車両に設置した磁石で車体を浮上させ、 またガイドウェイと車両側の磁石で案内を行う。浮上用、案内用の磁石の他に、停止時に車重を支える車輪と補助用のガイドタイヤを備える。駆動方法は、リニアモーター。セミマグレブ式は開発途上であり、いくつかのレイアウトが検討されている。セミマグレブ式のアーバノートの最高速度は225キロ、毎時と見込まれている。 2018年現在、導入予定の路線はない。かつては、ゴムタイヤ式のアーバノートを採用した、最初の路線として、韓国、インチョン駅と月尾島を結ぶ、月尾銀河レールが計画されていたが、試運転時に、相次ぐトラブルにより安全性の問題が指摘され、現在は、小型モノレール事業に転換している。 アーバノートコーポレーション。エグゼクティブオフィサーズオーナーズハット。アーバノートコーポレーション。コンパリソンズ2アザーシステムズハット。アーバノートコーポレーション。ビヒクルコンセプツキャパシティーズハット ABCD。アーバノートコーポレーション。テクニカルスペシフィケーションズハット ABC。アーバノートコーポレーションベーシック。プリンシプルテクノロジーオブザアーバノートモノレール。ハット。 アーバノートコーポレーションアーバノートビヒクルウィズボギーズハットアーバノートコーポレーションザセミマグレブアーバノート英乳トータルモノレールコンセプトハットアーバノートコーポレーションザセミマグレブアーバノートありがとうございます